おはようございます。速稼塾の久保です。久保企画、そう、私は今日から48歳になります。もう47には戻りません。時間って戻らないんですよね。そんな中でね、ビジネスをしたい、収益を上げたいと思いながら何年も何年も収益が上がらない方もいらっしゃいます。私ね、思うんですけども、その会社員を目指す多くのね人がいます。正社員がいいよって方ね。この正社員がいいっていう方は基本的にはもう今の時代ね、ちょっとこう考え方を改めないといけないのかなと思うんですよ。まあ、一つはね、正社員になると生活が安定すると言いますけども、その安定は自分が勝ち取ったものではなくて誰かにおんぶに抱っこの安定なんですよね。だから依存度がすごく高いということなんですよ。だからここに気づいていると、正社員になれないということは自分で自分の面倒見れないということだというふうにね、気づかないといけないんですよね。どこかの会社に入るとその会社に自分のリスクを預けることができる、最終責任をそこに押し付けることができるから正社員がいいんだっていう発想に冷静になると気がつくと思うんですよね。自分一人で生きていけるなら別に正社員になる必要ないですし、会社としても自分で自分の面倒を見れる人を採用したいんですよね。それは本当に素直なことだと思いますよ。ただね、会社員になることによって会社にもメリットがあります。それは大きくピンハネすることができるってことなんですよ。身分保証をするのと、あとはね、リスクを引き受けることによって、その身分保証とリスクの代金を毎日会社は搾取する権利があるんですよね。まあ、ですんでね、一会社員どれだけ営業成績を上げても、どれだけ効率を上げても会社が、正当に評価することはないです、ね、正当に評価してその人の持ち分だけを全てね、その人に支払っていたら他の成果が出ない人の給料が払えない、待遇が守れないからなんですよ。まあ、ですんで横一線になりがちなんですよね。で、そういう組織が良ければそういう組織を目指すしかないと思いますけども、ただね、会社員になりたかったら自分で会社作ってそこに入ればいいんですよ。一人会社の完成ですよね。正社員ですよ。で、自分が真に有能である会社に勤めるに値すると思うんだったら、そんなとこ当てにせずに自分がやればいいわけなんですよね。で、自分でパフォーマンスを上げる自信がないから自分の落ち度を誰かに肩代わりさせるために正社員を目指すわけなんですよ。今の時代はそうですね。高度経済成長とかね、集団就職の時代っていうのは別に思惑があって就職という形しかねなかったですし、そのための進学であったり、人生設計だったりしましたんでね。単純に言うと、一つのところに長く働くことによって、これ国策も入ってるんですけども、誰かがね、職業を持ったら基本的にはそこを死ぬまで辞めないと、死ぬまでって言ったらね、語弊がありますけど、定年退職まで辞めないという前提で長期ローンっていうものをね、組んでいただいて、組めるような環境を作って家を買っていただいて、大筋での経済をどっかどっか回したわけなんですよ。だから国民のみんなが同じことをやってくれないとお互いに困ったという時代なんですよね。でも少子高齢化、人口はピークアウトして、一人一人が独特のことをやらなければ、もうね、この世の中っていうのは支えられなくなってきたんですよ。さあ、その中で、既得権益とかね、前例主義の象徴といえばこの町内会だったわけなんですけどね。私もね、町内会がそういうところだとはよく認識していたんですけども、愕然とすると言いますかね、前例主義ならまだいいんですよ。ルールを決めました。そのルールは何で守ったのか、なんで守らなければならないのか、今までがそうだったから、だから決まりを守りましょう。決まりを変えるのは相当なことですよ。それはそれですごくね、前例主義の中では良い前例主義だと思います。良い前例主義ね、決まりを決めてみんなで守ると、すごく単純じゃないですか。で、この決まりがもう似つかわしくなかったら、みんなで変えることによって動きやすい世の中をね、どんどん作っていく、これいいじゃないですかね。法改正とかね、条例改正なんて当たり前のようにあるわけですから、ルールは変えられるわけですよ。でもですね、悪い前例主義っていうのはルールはあるけども、今までがこういうふうにしてきたからルールは違えるんだけども、ルールじゃない方、ルールを破る方を優先しようっていう話ですよね。だからこれがね、町内会をものすごくね、不自由にしてるんですよ。皆さんの地域でも町内会じゃなくてもそうではないですかね。というのが、今までずっとそのやり方でやってきた、老人グループですね。老人っていうのはただ年を取ってるってわけでもないです。若い方でも老人グループっていうのはいるんですよ。それはなぜかっていうと、親がやってきたのを見て、このぐらいルールを破るのはしょうがないんだっていうね、そういうふうな勝手な解釈をしてるんですよ。
でもそういうふうなルールを破ることが常態化していても、お互いにそこの地域のメンバーが変わらずにそれでうまくいってる場合は良かったんですよ。ただ昨今ですね、他の地域から入ってきてそこに住み始める方とか、それからですね、そういった古い慣習ではなくって、とにかく決まりに忠実な、いわゆる正しい方っていうのがいるんですよね。で、町内会といえどもアパートとかできて入れ替わりの激しい、そんなねメンバーさんもいらっしゃるんですよ。そうするとですね、今までの慣習とか昔話をいくらされても、それはあなた方の歴史であってこれからの歴史ではないよっていうふうな、ね、真っ当な理屈もあるんですよね。しかしね、やっぱりずっとこの慣習でやってきた人っていうのはルールを破ってるという認識もないし、それがどんなにね、ツケを将来世代に回してるかっていうふうな、そういうふうなね覚悟もないんですよね。そういうことでね、いろんな地域で今いろんな歪みが起きてきて、考えてみたらもうその町内会って自治会っていらないじゃんっていうところにも来てるんですよね。自治会や町内会がなんで存続するかというと、そこで役員になって威張りたい人のため、もしくは役員にはならないけども昔役員だったから今の役員の人を責めたいがため、この2つの理由で、自治会っていうのは存在してるんですよね。これね、多くのね当事者の方は否定するでしょうけども、客観的に見ると、まあ 100% そうなんですよ。もう町内会とか自治会に意味はないんですよね。なぜなら自力でやっていける人は組織を必要としないんですよ。自力でやっていけない人は組織に入りたがるんですよ。そして組織に入った挙句、助け合いだとか言いながら自分は組織に何も提供することなくね、もしくは提供の度合いがすごく低いんですよ。それに対して多くのリターンがもらえると、ちょっとそこに寄与することによって大きなリターンがもらえるから得だということなんですよね。町内会に入って会費を払う、義務を果たす、でもリターンが少なかったら意味がないじゃんという考え方なんですよ。まあなんともね寂しい世界ですよね。でビジネスってのは金銭的には得をする場合が多いです。でもそれはお金を払った人が自力でできないサービスを目いっぱい提供するからなんですよね。この不等式が成り立っているわけなんですよ。この不等式が成り立っているところにビジネスの凄みがあります。ビジネスの成功があります。どんな不等式かというと、コーヒーショップで例えますとね、コーヒーショップの、店員さん側はコーヒーを入って300円で出すんですけども、コーヒーの原価は30円なんですよ、ね、10倍儲かりますよね。10倍儲かる。でコーヒーを買う方は300円を払うんだけども、コーヒー原価30円のコーヒーをいただいて、その時点では損をしているような感じになりますけども、素敵なコーヒーと素敵な環境とね、香りと味とを楽しんで一定の空間と時間を享受することによって、実は300円払った以上の価値を得てるわけですよ。ということはこれ何を意味するかっていうと、両方得してるんですよね。30円で300円を生み出す人、300円を払うだけで3000円分の満足を得ている人、両方がいわゆるウィンウィンというね、使い古された言葉ですけども、その状態になるから成り立つわけですよね。で実はね、その町内会にしても会社員にしても、この不等式が双方に成り立つような形を取っていかなくてはならないんですよ。だから自分だけが得したいとか、義務を果たさず権利だけ欲しいっていう方が混ざっていると、これはもろくも破綻するんですよね。そして会社員システムとか町内会システムっていうのは、残念ながらね、今の時代は少しの提供でたくさんのリターンがもらえると期待する人ばかりが会社員になったり、その自治会や町内会に、目を向けるわけですよね。もうそうなると両方ともこのピークアウトした少子高齢化の時代ではもう成り立たなくなってくるんで、新しい形を模索しなければならないんですよね。まさに新しい生活環境です。ただ残念ながら今まではこうだったとかね、昔はこうだったっていうのがすぐに出てしまうんですよ。まあ新しい生活環境にはこれではなれないなと思いますよね。残念ながらそれが頭の固いやつっていうことになるんじゃないかなと思います。もっと柔軟にね、今までの例を気にすることなく新しい発想を常に求めていくっていう、そんな考え方がビジネスでもそれから地域社会でも必要なんではないかなというふうに思います。私もね48歳になりましたけども、47歳までの自分の人生に依存することなくね、48歳になったらまるで新しい自分を作り上げるために、新しい挑戦にね向かっていこうかと思います。ということでね、2017年に始めた FX 全然勝てなかった、それまでやったことがなかった、その FX を自分のものにして、48歳からの私は FX のね講師、投資のトレーダーとしてですね、今度は投資の指導をしていく、もうアフィリエーターとは違う、転売ヤーとも違う、 YouTuber とも違うと、
会社の経営者でも麻雀店の何でもなくて、それは全て捨て去ってですね、48歳からはトレーダーとしてしっかりと生きていけるんではないかなというふうに、新しい挑戦をこの人生の後半にしていこうかなと思います。ね。で、最後になりますけども、今までずっと同じ仕事をされていた方、48歳にしてその仕事を全てね、捨て去って、まるで新しい分野に入ることはできるでしょうか。この新しい生活様式、ご自身で作れるかどうか、これがね、これからの時代、自分自身もそうだし、自分に続く子供たち、地域の人たち、いろんな方にもかなりね、背中を見せることになると思いますけどね。一人で生きる、当たり前のことといえば当たり前なんですけどね。それでは本日は以上です。